僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りします。2016年12月18日日曜日、時計の針は9時を回りました。今日もここ読谷村高志峰にあります32の工房、その中で101の体験ができる体験王国紫村サテライトスタジオから1時間の生放送でお送りいたします。観光情報番組読谷ラジオ、今日のナビゲーターはかなえでお送りいたします。いやー、昨日はねポカポカした陽気でね、昼間は暖かい沖縄でしたけども、今日もまた寒いですね昨日のね真っ昼間は夏か秋かぐらいね、もう本当に暑い日になってたんですけど、今日は冷えそうね。ちょっと肌寒い沖縄もね、ぜひ好きになっていただけたらと思いますよ。この番組は観光で沖縄にいらした方や沖縄県民の地元の方々にも読谷村の歴史や文化、自然、そして地域の声など、その他たくさんの読谷村の良さや新発見をお伝えしていく番組です。ガイドブックに載っている情報はもちろん、ガイドブックに載っていない情報も、嘘な情報も一緒にお届けしますよ。この番組からの情報をもとに皆さんが読谷村に足を運んでいただけたら幸いです。はい、読谷村のいろいろなものをね、皆さんに届けていけるように発信していきますよ。今日はですね、12月18日ということでですね、ユンタン山焼き陶器市の今日がラストというのと、あと山芋スープがね、まあ、開催中ですよね。読谷村はね、本当にもう地元の方、そしてもう地元で作ったものをこうね、愛を持って販売している人が本当にたくさんいて、いやーもうね、うるま市から来ている私もね、もう毎日毎日あったかい気持ちをね、地元の方々、読谷村の地元の方々からいただいています。私はもう本当に読谷村が大好きになりました。はい、今日もね、いろいろな読谷村の情報を皆さんに届けていきます。うるま市出身、赤嶺かなえ、1時間どうぞよろしくお願いいたします。観光情報番組読谷ラジオ、どんどん続きます。僕の声、世界に届け
あなたに出会ったあの日からきっと全て変わり始めた。どんな時だって思い出す、嬉しい時も悲しい時もいつも。それではここで今日のドライビングナンバー皆さんにご紹介いたしましょう。沖縄出身アーティスト、愛と書いてカナサですね、カナサでクッキー少女です。お聴きください。今度は私があなたのために伝えたい。素敵な出会いがいつもきっと人の心を変えてゆくんだ。あなたを思うだけで私強くなれる。なんだってできる。きっと心と心をつなぐ素敵な魔法を、あなたに教えてそれはお互いを大切に思い合う心。いい曲、超好きな曲うるま市出身でいいのかな、うるま市の勝連にありますね、キムタカの雨降りの卒業生で、ユニット組んでます。カナサ、愛と書いてカナサのユニットの曲をねお届けさせていただきましたが、元気出るね。素敵な先輩方ですよ本当に皆さんもぜひね癒されてくださいね。カナサみんな好きになってくださいお願いしますね。それでは次のコーナーいきますよ。僕の失礼しました。それではここで今日の天気予報を皆さんにお届けいたします。はい、沖縄地方、沖縄本島地方の沿岸の海域では波が高くなっています。海上や沿岸付近では19日にかけて高波に注意してください。また18日は空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いに注意してください。
沖縄地方は高気圧のへりで曇っており弱い雨の降っているところがあります。東の風やや強く曇り時々晴れです。波 2.5 メートル。降水確率はお昼12時までが 10%、 12時から6時が 20%、 6時以降が 30% となっています。日中の最高気温は23度です。はい、最近 ね、あのオープニングトークでもお話ししましたが寒いですよね。あと静電気バチって私 あの車の鍵さすときとか車のドアを開けるときに感じているあれは静電気ですよね。静電気だよな。あれあの静電気ね最近たくさんバチバチしますね。うん、痛い。そうね、乾燥してますよね皆さんね。あの朝起きたときとかもね喉カラカラしてたりね、体調崩しやすい季節となってきました。もうねこれからずっとね冷えてくると思いますが沖縄はね太陽が出ると本当に暑いです。なので本当にあったかいところにいたり寒いところにいたりね温度調整がね大変になってくると思いますけど、ぜひね汗をかいたら服とか寒かったら羽織るものをちゃんと持っとくとかね、そういう予防をちゃんとして沖縄を楽しんでいただけたらなと思っておりますので皆さんぜひ楽しんでくださいね。以上今日の天気予報でした。観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時12分を回りました。ここで今日の沖縄知っとこクイズ、ででーん。さあ今日も沖縄にまつわるクイズを皆さんに出題していきますよ。さあ分かる方分からない方もぜひ考えてみて、一緒にね車ドライブしながらね聞いてる人はドライブしてる隣の人とねこれどういう意味だと思うって俺は分かったぜみたいな話をしながらぜひね楽しんでいただけたらなと思いますよ。今日の沖縄知っとこクイズはこちら、ででん。沖縄方言でカナガナートゥとはどういう意味でしょうか。沖縄方言でカナガナートゥとはどういう意味でしょうか。はい、答えが分かった方はぜひメールくださいよ。FM読谷のホームページからもメールを送信することができます。この番組は観光情報番組読谷ラジオでございますよ。皆さんのメールをお待ちしております。先ほどねオープニングナンバーで、カナサ、愛と書いてカナサというユニットがいると言いましたが、それはヒントになっておりますよ。カナガナトゥとはどういう意味でしょうか。私はこの方言に出会った時はウチナー芝居の現場で出会いました。カナガナトゥモトタンディーってチルートカナガカナガナトゥモトタンディーっていうセリフがあって、それから引っ張ってきました。カナガナトゥーサー、沖縄方言でどういう意味でしょうか。皆様のメールお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字 FM 数字の786 @ FM 読みたん .co.jp、 すべて小文字で FM 数字の786 @ FM 読みたん .co.jp となっております。皆様からのメールお待ちしておりますよ。さあ観光情報番組読谷ラジオ、観光客の方がたくさん今いらっしゃってます。紫村から生放送でお送りしております。 CM の明けた後も読谷村の情報を皆さんに届けていきます。ぜひお聞きください。一旦 CM です。
読みたん何でも調査団。読みたん何でも調査団、どこにでもある、でもそこにしかない、読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読谷何でも調査団。今日ご紹介するのは、読谷村イラミーナにありますこちらのお店、皆さんにご紹介していきたいなと思います。さあ詳しくはこちらお聞きください。皆さんおはようございます。私は今ですね、58号線を北上していきまして、読谷村入りますとイラミナ交差点というものが見えてきます。そこを左に曲がってまっすぐ行くと、右手にお弁当の、そうお弁当のカラフルな旗が何本も立ってあるお店を見つけました。こちらお弁当屋さんなんですけれども、ちょっと近くに行って見てみましょうね。来てみますと名前が分かりました。こちらのお店の名前はウヤッカーパーラー、親子パーラーと書いてウヤッカーパーラーですね。沖縄方言で親ということをウヤ、子供をクワというので、それを合わせて親子でウヤッカーパーラーさんですね。早速中に入っていきたいと思います。店内の中入ってみますと、いろいろな弁当が並んでいます。いや、ササチーズ、これササミチーズですよね。いい、ササチーズ、ササミチーズ私も大好きなんですけれども、このご飯とおかずの量が絶妙な弁当がたくさんありますね。素敵。皆さんもぜひお昼に買いに来てはいかがですか。読谷村イラミナにあります親子パーラーです。いや、魚、お肉、いろいろな具材が使ったお弁当がたくさんありますね。皆さんもぜひ遊びに来てみてください。先ほど伺いました親子パーラーで購入したささみチーズ、ササチーをですね、今から食べてみたいと思います。いただきます。ささみが太い、分厚いです。それからとろっとしたチーズがたまんないですね。おいしい。味が濃すぎず食べやすいお味となっております。こちらお一つ90円です。100円しないんだ、安い。おいしい。皆さんもぜひ食べに来てください。読谷村イラミナの親子パーラー、おすすめです。はい、ということで赤嶺かなえの食レポとともに皆さんにお届けしてきましたけれども、そうね、イラミナ交差点の近くにある親子パーラーさんね、行ったことある方もまだ、ない方もいらっしゃると思います。読谷高校の近くにねある弁当屋さんなんですけれども、本当に親子で経営している、弁当屋さんで、いろいろな種類の弁当があるのと、あとね、なんだろう、食べやすいです。ご飯の量とかもなんですけど、私的にはなんか女性におすすめなのかなっていう感じでしたね。あとはなんだろう、いつもがっつり食べている、男性の方、たまにはちょっとね、胃に優しいものを食べてみようかなとか優しい味を食べたいなって時はね、ぜひおすすめですよ、親子パーラー。皆さんぜひ行ってみてください。すぐね、イラミナ入ってきたとこからね見えるので、ぜひぜひ遊びに行っていただけたらなと思いますよ。はい、お弁当屋さんいいよね。なんか
赤嶺かなえはですね、やっぱこの FM 読谷に勤めるようになって、やっぱお昼ね弁当をね外に買いに行ったり、この読谷でねお弁当食べる回数が機会が増えたので、すごいいろいろ思うんですけど、読谷のお弁当屋さんは基本的に美味しいなんていうんですかね、なんかいつまでも食べてられる、すごく美味しいお店ばっかり、うん、3食3食読谷のお弁当でもいいぐらい、読谷は美味しいねご飯どころがたくさんあると思います。いいですね、はい、皆さんもぜひね、読谷村の美味しいお弁当屋さん見つけてみてくださいね。それではご紹介しました、今日の読谷なんでも調査団、イラミナにあるおやっこアパーラーを皆さんにご紹介させていただきました。次はこのコーナー行きたいと思います。読谷夜明かり、願いを込めてランタンに光を灯そう。この冬、空想と現実が入り混じる魅惑の琉球ランタンフェスティバルへ出かけよう。12月3日から2月26日まで、読谷紫村にて開催中。さまざまな種類のランタンに照らされた紫村が見せる琉球王朝の美しい夜景。この冬、空想と現実が入り混じる魅惑の琉球ランタンフェスティバルへ出かけませんか？イルミネーションでは味わえない感動をあなたに。琉球ランタンフェスティバル。忘れない。読谷夜明かりプロジェクト。心に刻む冬の読谷。このコーナーは読谷夜明かりに関連し、読谷村内の光がある風景や冬の夜を彩る情報を皆様へお届けしていくコーナーです。はい、読谷夜明かりプロジェクトがですね、読谷では12月3日土曜日から始まっておりまして、2月26日までの開催となっております。読谷夜明かりプロジェクトなんですけれども、去年していたものよりももっとバージョンアップして皆様のもとに帰ってきましたよ。読谷夜明かりプロジェクト、いやー、皆さんにご紹介していくんですけれども、この情報は絶対知ってた方がいいですよ。読谷の夜が楽しい、読谷の夜に遊びに来てほしい。皆さんぜひ遊びに来てください。こちらのお知らせ皆さんに、伝えておきますが、読谷村商工会より大気おすすめフェアのお知らせです。商売の神様大気をシンボライズ、大気おすすめフェアスタンプラリーを平成28年12月3日土曜日から平成29年2月12日日曜日まで約3ヶ月にわたり開催いたします。まさしく村内丸ごと大気おすすめフェアの会場となります。今年はなんと112店舗の企業が参加します。期間中、参加店舗の大気おすすめ商品を購入するとスタンプ1個もらえます。スタンプを3つ集めて参加店舗の抽選箱へ投函。抽選で往復航空券やホテル宿泊券、自転車、読谷村特産品など豪華景品が当たります。スタンプカードは参加店舗にてご用意しております。詳しくは読谷村商工会ホームページを検索。スタンプラリーに参加して豪華景品をゲットしよう。以上、読谷村商工会より大気おすすめフェアのお知らせでした。実はですね、大気おすすめフェアスタンプラリーが全参加店舗が112店舗から118店舗に増えましたすごいね、どん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 増えてきますよ。皆さん、このね、読谷を盛り上げようっていうね気持ちがすごい伝わってきますよね。素敵、皆さんぜひ参加してください。そんなスタンプラリーのね中でもいろいろなお店がね紹介されているんですけども、このガイドブックを皆さんぜひ手に入れてください。このサテライトスタジオのある紫村にも置いてあるんですけど、 FM 読谷商工会、読谷村商工会にも置いてあります。皆さんぜひこのガイドブック手に入れてください。読谷村のいろいろなお店がね一つ一つ紹介、丁寧にね紹介されております。お店の紹介だけではなくて、そのお店の場所、地図がちゃんと書かれているので、
このお店に行きたいな、このワッフル食べに行きたいな、あ、このトムヤムくん美味しそう、どこのお店だろうって言ったらね、すぐ地図を見ながらそのお店に向かうことができるんです。家族とね、このガイドブックを広げながら、どれ食べに行きたいとかね、話しながら、ぜひぜひね、参考にしていただけたらと思います。そんな読谷夜明かりプロジェクトは、ご飯とかそういうイベントも楽しいんですけど、琉球ランタンフェスティバルも一緒に開催していますね。体験王国紫村で開催されております。夜の6時から10時、体験王国紫村の夜がね、彩られますので、皆さんそちらもぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。そんな各地でもこの読谷夜明かりプロジェクトに一貫しましてライトアップがされているんですけど、なんとね、この FM 読谷のある地域振興センターも今提灯が飾られていますよ。夜の読谷、ぜひ遊びに来てください。今しか楽しめませんよ。まあ、確かにね、年も明けて2月のね、中旬までこの読谷夜明かりプロジェクトを開催するんですけれども、やっぱね、なんでしょう、この年末にかけてのこの時間に、なんかドライブ、家族でドライブだったりね、まあ、デートしたり、夜を素敵に過ごしてみるってどうですか？しかもこの読谷夜明かりプロジェクトは、この提灯とかだけではなくて、このクリスマスのイルミネーション、ホテルニカリビラさんや沖縄残波岬ロイヤルホテルさんも、クリスマスのライトアップもしてるんですけど、それも一緒にね、見に来ていただけたらと思います。今しか楽しめない夜の読谷、ぜひね、大切な人と遊びに来ていただけたらと思います。以上、読谷夜明かりプロジェクトのコーナーでした。火を灯す忘れない愛しい人よ。観光情報番組よみたんラジオ、時計の針は9時31分を回りました。今日はね、私の大好きな金沢特集といいますか、皆さんに元気になってもらいたい、日曜日の朝にこんな素敵な曲を聴いてもらいたいと思いましたので流してますよ。
沖縄出身アーティストカナサーで、この曲は負けないでという曲ですね。ぜひぜひお聴きください。情報番組観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時35分を回りました。この時間はですね、読谷村のイベント情報を皆さんに届けていきたいと思います。先ほどもね、読谷夜明かりプロジェクトのコーナーでもご紹介しました。読谷夜明かりプロジェクトがね、12月3日からこの2月26日まで開催されています。それと一貫しまして、待機スタンプラリーやこちらの、ね、サタライトスタジオのある琉球ランタンフェスティバル、紫村で、ね、琉球ランタンフェスティバルも開催されているんですけれど、読谷の夜が楽しいぞとお知らせを皆さんにしていますが、読谷村のイベントはね、実はこれだけじゃないんですよ皆さん、いろいろご紹介していきますけれども、今日12月18日がラストのイベントがね、ありますのでご紹介しましょう。ユンタン山焼き陶器市が今日までの開催となっておりますよ。会場はもう読谷村内の焼き陶器の、お店窯ですね、窯で、もうどんどん開催されているんですけれども、今日までの開催となっておりますよ。いろいろな、ね、この読谷村をドライブしていると、この八千文の里内だったりね、いろいろなところでユンタン山焼き陶器市の旗を見かけますね。そちらで大特価といいますか、このイベントに合わせて、陶器を、ね、販売しておりますので、皆さんぜひ
まあ、今日ラストだからね、残っている商品がどれだけあるか分かんないですけど、ぜひぜひね遊びに行ってみてください。職人さんの生の声が聞けたり、やっぱねいろいろな商品をね見比べて楽しい時間を過ごしていただけたらなと思います。読谷村でしか買えない、読谷村焼き陶器市ですから、皆さんぜひね遊びに行っていただけたらと思いますよ。はい、今日までです。今日まで。あとですね、山芋スーブが開催中ですね。第5回山芋スーブチャンピオン大会が始まっておりまして、これの各自治会の山芋スーブが、11日からかな、始まっているのかな。で今日は18日ということで、何自治体だ、12自治体が今日その自治会のね、山芋スーブの大会って言っていいのかな、大会ですね、まあ、始まりますよ。今日やります。自分もねこの放送が終わり次第取材にね、向かおうと思っているんですけれども、自治会の名前もご紹介しましょうかね。今日はセナハ、キナ、フルゲン、ナミヒラ、長浜、トケシ、ヒジャ、タカシホ、ウザ、ギマ、ソベ、イラミナさんの12自治会が山芋スーブですね、始まりますよ皆さんね。私この前金曜日か、金曜日にザキミ自治会の山芋スーブさんの、スーブさんって言ってた、スーブの大会にちょっとお邪魔させていただいたんですけれども、おじいたーがねこの大会のこの審査中にね、ベンチでいろいろおしゃべりとかしてて、もうそれと一緒にね私もおしゃべりさせていただいたんですけど、なんかこの審査を待ってる時のおしゃべりも楽しそうだし、この今日のね打ち上げが楽しいんだよって話をねしてました。みんなでお酒飲んでいろいろね喋ったりするのが一番楽しいよって話してました。1年かけてこうやって1年かけてね、芋をちゃんと育てて、それを大会に出して、その後で打ち上げて楽しむっていうの素敵ですよね。そう、そのザキミ自治会で島袋さんという方とでちょっとお話をさせていただいたんですけれども、その時にその島袋さんがおっしゃっていたのは、なんか自分の子供のように山芋を可愛がってるよって話をしました。でなんかここまで大きくなってないだろうと思ってこのスコップを刺したら、まさかの山芋に刺さってしまって、お前こんなに大きくなったのかってびっくりするだろうっていう話をしながらね、育てたりとか収穫したりとか、そういう話を聞いた時に本当にほっこりしましたね。なんかこんなに愛を持ってねやってる、作ってるからこそやっぱこういう大会とかが盛り上がるんですよね。まあこの大会自体は第5回って話してますけど、この自治会自体でのねものはね結構昔からやっているそうで、このザキミ自治会は第10回目と書いてありましたよ。いやーいいですね、地元の人たちがこうやって大会をしながらね顔を合わせておしゃべりをする、時間の共有が一番のコミュニケーションだと思うんです私。だからこうやって地元のおじいおばあがね集まってしゃべる機会あるのいいですよね。なんかこの山芋スーブに参加しているおじいちゃんの仲間たちで一緒に棒なんだっけあれゴルフみたいなやつそういう遊びもね一緒にね、ゲートボールも一緒に遊んだりしてるよって話をしてて、いや地元の愛をすごい感じるね、人たちが本当に集まった読谷村でございますよ。山芋スーブチャンピオン大会、クリスマスがね第5回読谷村山芋スーブチャンピオン大会なりますので、25日が決勝だよって話をされた時に、あクリスマスですねって話をしたら、違うよって
山芋スープの日だよ25日はって言われましたよ。はい、皆さんもぜひ素敵な、時間過ごしている方々がね、読谷さんいますので、こういう情報を皆さんゲットしていただけたらと思います。ちょっと遊びに行くだけでも楽しいですよ、うん、クリスマスこの25日は一番行きやすいんじゃないかな。皆さんもぜひ行ってみて、来てくださいね。はい、ということで、あと一つ皆さんにご紹介しましょう。ドライビンシアターin読谷が開催しますよ。2016年12月23日24日25日ですね。読谷村の飛行場滑走路跡地開催されます。 FM 読谷のある地域振興センターのすぐそばです。あの通路が会場になるわけですね。いやいや楽しみだな。チケットはねファミリーマートやローソンさんで販売してるんですけれども、昼、車両1台につき5000円、夜も5000円ですね。前売り5000円、当日6000円となっています。昼が1時会場、上映が2時半から5時、夜が会場6時、上演が7時半から10時となっております。イベントやタイムテーブルの情報はね、インターネットでドライビングシアター in 読谷と検索していただけたら全然出てきますので、皆さんぜひ見てみてください。素敵な時間過ごしませんか。面白いですよね、車を乗りながら映画を見るって。新しいことどんどん、まあ、でも昔はねよくあったらしいです、こういう車の中から映画を見るみたいな。うん、いいですね。車ね、1人このね5人でも4人でも乗ってても、もう1台で5000円っていうね決まってるから、まあ、自分でねもう誰にも邪魔されない、自分たちの家族と自分と恋人と友達と素敵な時間過ごしてみてはいかがでしょうか。車から映画を見るってことは基本ないですからね。うん、ぜひぜひ楽しみに楽しい見ましょう。ぜひぜひクリスマスの読谷楽しんでくださいね。ドライビンシアターおすすめでございますよ。はい、皆さんぜひぜひね遊びに来てくださいね。さあ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 、観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時44分を回りました。メールが届いていますのでご紹介させていただきます。おはようございます。ラジオネームサブウェイです。おはようございます。かなえちゃん、今日は寒いね。昨日は昼間ポカポカしてたけど今日も素敵な一日にしましょう。山芋スープって盛り上がってるよね。どんなことするの。那覇ではそんなこと聞かないからわからんさ、教えてね。ほんじゃ今日の放送も頑張って、ということでありがとうございます。たくさん紹介しましたが伝わりましたかね。地元のおじいおばあが1年かけてお芋を作って、それのサイズ、キロ、重さで勝負する大会となっておりますよ。サブウェイさんもぜひ FM 読谷でもいろいろね特集していくので見ていただけたらと思います。一旦 CM です。探して、oh, oh.
戦争レンタカーラジオドライブマップご案内します。メンソーレンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会三女会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップ。さあさあさあ、ラジオドライブマップのコーナーがね始まっておりますけれども、レンタカーご利用の観光客の皆さん、このラジオ聞いてくれてますかね。そうです、レンタカーを利用しているそこのあなたでございますよ。そのあなたに届けたいハッピーなお知らせがありますので、皆さんぜひ聞いてくださいね。レンタカーを借りる際に手渡せれるレンタカー沖縄ドライブマップ、さあ持ってますか。そのレンタカー沖縄ドライブマップの22ページを開いてください。はい、開いて、ピラ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 、はっ、ありましたね。そう、22ページに読谷村特産品プレゼントの情報があるのをご存知でしょうか。 FM 読谷のスタッフがね、この読谷村のスポット、おすすめスポットをご紹介しているページになっております。紫のねページです。 FM ラジオ 78.6MHz という文字がありますが、そこの右側、読谷村特産品プレゼント情報、毎月10名様になんと知れてハッピー、美味しくてハッピーな読谷村特産品プレゼントが当たります。毎月10名様限定でございますが、こちらですね、なんと実はメールをするだけ、この書かれてあるメールアドレスにメールをするだけで読谷村特産品プレゼントが当たるんですよ。可能性、皆さんぜひこれメールして、メールすべき皆さん、はい、今すぐ携帯を取ってドライブしてる方はぜひ車を止めてメールしていただけたらなと思いますよ。皆さんからのメールお待ちしております。観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時49分を回りました。レンタカーご利用の観光客の皆さん、ぜひメールしてくださいね。もう沖縄県民でも欲しい読谷村特産品プレゼント、東蔵さんの残波だったり、今までね入ってたものはなんか東蔵さんの残波だったり、いろいろなもの入ってましたよ。ベニーモタルトもそうですけど、ベニーモチップスや FM 読谷の T シャツとか、あとは原画元吉さんの琉球ガラスだったり、いろいろなものが今まで入ってました。毎月5000円分なのでね、ランダムで中身は変わるんですけれども、いいですよね。メールしただけで当たる、もう着払いとかじゃないですから、もう無料で届くわけですから、皆さんぜひね応募していただけたらと思います。ぜひねやってみてくださいね。それではメール届いてます、ご紹介させていただきます。ラジオネームまいちゃんさんです。ありがとうございます。おはようございます。私もたまにおやっかパーラ行きますよ。おお、そうなんだ。今日のクイズ答えは仲良くですか。かなえちゃんのうちな芝居気になる、笑う番組頑張ってね、ということでありがとうございます。さあさあさあ、沖縄クイズの答えはまたね後でねやるとして、またメール届いてます、紹介しますよ。あー、来ましたね。ラジオネームしんじ小林さんです。ありがとうございます。愛知県からのメッセージでございます。かなえちゃん、おはようございます。今日はまだ沖縄はまだ23度も あるんだね。沖縄の名古屋は晴れているけど気温は12度までしか上がらないって、11度の差があるんだねすごいな、11度も差があるのね。日曜日にかなえちゃんの声を聞くと元気出る、ありがとうございます食レポもお上手さて今年もあと2週間だね。
ほとんど大掃除も終わったし、車も綺麗になったし、あとは沖縄に行くだけになったよ。沖縄のクイズのことは確か仲良くとか仲良しみたいな言葉じゃなかったかな。ということで、かなえちゃん素敵な日曜日をお過ごしくださいね。ではまたね、ということでありがとうございます。 Facebook 見ましたよ、しんじさん、車綺麗でしたね私も見習わないといけないですね。沖縄風が強いんで、何度洗車しても砂ぼこりで汚くなっちゃうんですよ。汚く、他の言葉が見当たらない。でも汚れちゃうので羨ましいですね。あそこまでピカピカにしてみたいものです大掃除終わってないぞ、触ってすらいないぞ頑張らなきゃ。はい、新次小林さん、メールありがとうございます。お会いできるのを楽しみにしてますのでね。はい、もっとメール届いてます、ありがとうございます。ラジオネームが書いておりませんが、渡辺さんかな、ありがとうございます。かなえさん、おはよう。クイズの答えは仲良くだべ仲良くだべ。日曜日のこの時間はゆったりとした気分で聞いています。今日の群馬は比較的に暖かいですよ。群馬でいいのかな。じゃあまた、じゃあまた、読めない、いつも気持ちは読みたんそん、読みたん中ということでありがとうございます。渡辺さんかな、ラジオネームは書いてないからあれですけど、メールありがとうございます。さてさて、もっと届いてます。ラジオネーム303です、ありがとうございます。かなえさん、きゃなえさんおはようございます。陶器市すごい行きたいです。ああいったものって買えなくても買わなくても見るだけで楽しいですよね。今日はいろんなイベントがいっぱいですね。遊びに行きたいけど一緒に行く人がいない。ああ、だいぶ寒い冬になりそうです。それではさらばいありがとうございます。いやいや、でも一人で行くのもいい時間の過ごし方だと私は思いますよ。まあでもね、私も一人で行くぐらいだったら友達と行くかもしれないお母さんとかと行くかもしれない。ねサンゼルさん、メールありがとうございました。メールもっと届きたいます、ご紹介しましょう。ラジオネームなおさん、ありがとうございます。かなえちゃん、おはようございます。ラジオネームなおです。今日の読みたん何でも調査団のおやっかパーラーの前の職場で毎日利用していました。そうなんだ。配達もしていただけるのでとても助かりました。私はとんかつ弁当が好きです。ちなみに今の私のお仕事、読谷工房自身のお弁当屋さんです。朝10時半までに注文いただければ宅配配達に行きますよ。それではお時間まで頑張ってくださいということでありがとうございます。そうね、読谷工房自身さんのね、料理も皆さんぜひ、なおさんが作った美味しいご飯ね、届けてくださるそうなので、読谷、FM 読谷でもね、一度注文したことがありますよ。美味しそうなお弁当でした。アイディアの詰まったね、 お弁当でしたので、皆さんぜひ読谷工房ジジさんも食べ注文していただけたら、10時半までねに注文していただけたら届けてくれるそうですので、皆さんぜひね参考にしていただけたらなと思います。観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時55分を回りまして、そろそろ別れのお時間でございます。最後までお付き合いありがとうございました。この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りしました。あ、最後に言ってなかったですね、沖縄方言、今日の沖縄知っとくクイズ、カナガナトゥはどういう意味ですか。答えは仲良くですね。はい、当たった方おめでとうございます。さあさあ、素敵な日曜日過ごしてくださいね。風邪ひかないようにあったかくしてね。それではまた明日もこの時間にお会いしましょう。またあちゃやー。